また始まりました麦 VSKK。 今大会では3戦目のマッチアップです。さあ麦選手、エレジャイ、さあリガーダクプリ並び、先ほど見たようなロケットデッキか。リガーの削りはここは無視。さあ麦選手、エレジャイ、ここは処理されます。お、ユータさん500円スーパーシャットありがとうございます。配信ありがとうございます。こちらこそね、見ていただきありがとうございます。ナイスパです。マザーネクロ、さあここはダックプリ挟んでディガーのターゲットを受けます。さあ豚を盾にダックプリス、ここはダックプリ手前で抜け、しっかりとこの突進ダメージを、突進の範囲ダメージをカバーに入れさせないようにダックプリは少し手前側に出していました。さあ経験選手はスケルトン、そしてエレクトロスピリットの2枚で高回転でテスラを回すことができる。それに対して麦選手はインドラマザネクのエレクトロジャイアント。さあ来ましたね、これ先ほど見たようなエレジャーを削りに行くロケット、今回は左サイドを狙っていく。さあ受けのディガー、残り時間30秒、ディガーが可愛くトコトコとタワーに向かいますが、ここはゴーストに反応。ダメージリードを取れているのはケイケ選手、タワーのダメージもほとんど許していません。さあここで発進前エレクトロジャイアント、ディガーはここはシカト、ここは防衛のロケット、リベンジゴブリン、インフェルノドラゴンを処理しました。さあここもダメージは取らないエレジャイ、そして3倍タイムが始まります。選手後ろからのエレジャイ、今回右サイドの、ね、ロケット飛ばすことありません KK 選手、ただディガーの削りはしっかりと入っている。ダブルテスラ、ストライトに行く、ブタさんダメージ入っている。ここはエレジャイ2周目テスラで反応、ダックプリン追加、いやテスラ守る KK 選手。さあこの攻めで麦選手少しだけ削りましたね、1830、ただまだ500の差を離しています KK 選手。もう一度ディガーですが、ここはゴースト。さあ右、おお、ここで右サイドダックプリがダメージに入ったので、ロケットでの削りを右サイドへのシフト、エレクトロスピードも通します。さあ左サイド麦選手、ゴーストが入っている、ライトニングでエレジャイ通していく麦選手。スケートはエレジャイという処理がされました。インフィオンドラゴンをテスラを処理してエレジャイ右サイド角だ始まりだし、インフィオンドラゴンの追加でロイヤルデリバリーも突破することができるか。2周目のテスラを回す KK 選手、高回転の防衛。さあマザーニキロ、ここはダックプリ、そしてゴーストのターゲットも取ることができている。ここで麦選手左サイド攻めに行く、ダックプリス右サイドロイヤル、ここはディガー回してダックプリ受けができました。残り時間13秒、右サイドダックプリダメージ届いた、222削る16、落とします KK 選手。さあ KK 選手リベンジ達成なるか、1戦目をなんとか取ることに成功しました。ジジーサムギ VSKK の2試合目、
KK 選手ボーラーに対してムキ選手ゴーレム。最近だとゴルデッキはやはりねクローンの採用が多いですが、しかもねムキ選手は前回ねゴレプリダクネのクローンデッキ使っていました。さあここにランバージャックライトニングドラゴンを当てていきます。トリトに対してはローリングババリアン。アッパートルネード引き上がすライトニングドラゴンのザップダメージで爆破ダメージを抑えた。さあここですね右サイドプリンスの突進、ここは止まらない、ダメージが大きく入ります。ここはボーラー挟んで体で押すことでターゲットチェンジ。なんとか致命傷を避けることができました KK 選手。さあ今度は右サイド削れている側への麦選手ゴーレム展開。さあここはザッピーからインフィンドラゴンを守るランバージャックの追加がありました。さあここにクローン、ライトニングドラゴンがある。どうだ、ここはダメージ止まりました。さらにライトニングドラゴンも HP 残したまま。金融起動、さあもう一度後ろからクローンに対して強いトルネードを持っているのが KK 選手。うわーこれまた来るか、麦選手左サイド、これ陸受けの先方 KK 選手重要になってくる。右サイドでボーラーランバージャック、そして残っているのがローリングババリアンか、ここを許容か。さあボーラー使って同じダメージを抑えました左サイド。右サイドの攻めもライドラインフェルドラゴンで止めれている。ただダメージリード取っているのは麦選手、両サイドでダメージ落としています。ここでバルーン展開。さあここはボーラー端まで止めることでバルーンを先行させます。右サイドではトリトン、ザッピーダークネクロ、ザッピーが右サイドを落とすか、左サイドはじきじき矢の目で落としながら麦選手右サイドを通した。さあこの勝利で1対1、両サイドへの攻めを。さあ運命の3戦目、麦選手ホグライダー、ファイアスピード範囲広いですね。スケード無体の処理一発入ります。 KK 選手左にゴブリンドリルを流しながら右サイドへのボールブレイカーですが、ここはウッドプラススケートのダメージを抑えます。ただ左サイドではゴブリンドリル、ゴブリンのダメージが少し入っている。ファイスピ絡めますが、ここはロケット方針処理完了 KK 選手。オギライダーに対してはインフェルノタワーとゴブリンドリル、さらにはスケルトン部隊あたりが防衛カードになってくるか KK 選手。さあゴブドリからのウォールブレイカー、さあウッドプラススケルトンウォールブレイカーを抑えます。ゴブリンドリルダメージが少し入って削れていきますか、まあダメージそこまで差はありません両者。左サイドホクライダーダメージ入ります。インフィルターは出すことができませんでした KK 選手。ゴブドリダメージどうだ、ここもねまたチクチクは入ってはいますが2096ダメージリードは麦選手が握っている。さあ KK 選手インフルタワーが5コストというところで少しね出しづらいタイミングも今後ありそうです。ロケットしかも右サイドでバルキリーがダメージを通して両サイドに削りが入っています。残り時間1分切りました。2倍タイム突入、イケ選手ゴブリドリル、ここはバルキリーですがファイアボールノックバック。
2900。さあスケートメントで読みのローリングとですがインフィルタワー、さあ時間を稼ぎ出しましたインフィルタワー。さあ回していく高回転のホグライダー麦選手、もう一度スケートメントですがここはファイスピードを削ります。さあホグ一発ダメージとしました772、残り時間10秒、ダメージリーダー麦選手削りに行きたい。 KK 選手ゴブドリボールブレイカー、抑えるロケットの削り、少しずつ麦選手が勝利に近づいていく。小太りファイアーボール合わせての攻め、ただここの左サイドボールいやホグライダーのダメージ138。さあここでロケット圏内呪文削り入ります。ファイアスピットイヤーボールベが綺麗に止めた。さあラストロケットアタック麦選手、麦選手 KK キラーを積んでいるか。今大会3回マッチアップ対戦していますが全てで麦選手が取っている。 GG、 俺を止められるのはエルシオプだけだと麦選手。さあ今大会ここでリベンジ、どこかでねマッチアップあると面白いですね。